あのガス撒き散らす。はい、どうもロシェルです。はい。はい、ハヤテとロシェルのネクストレベル内の、うん、バーサスです。現状俺が、おこのイドニアと片方で負けて、ああ。それ以外は俺が現状勝っております。まあ、現状俺4勝だね。4勝で俺が 2? 2。まあ、最後のね、エージェント対決があるから。でね、みんな、時間見て。4時なんだよ。見ないよ、これ。すげえだろ。4時なんだぜ、これ。おはようございますだよ。もう、妄想日付更新の時間だよ。マジで？そして、ハール X がね、重心が決定しました。重力バリア、SS 短縮、アンチブロック。月読みゼロいけるかな。ねえ、それさ、撮影日、わかる人全然いいの、それ言ったら。いや、まだね、昨日もう12月2週目だから。撮影日はね、12月の、多分ね、2日から始めてね、3日になった。行っちゃったよ。うわ、行っちゃったよ、この人。っていう声だから。そこはあえて日付変更線超えたから俺ら。日付変更線超えたから俺ら。では、俺はちょっと今回はレオンを選びましたね。個人的にレオン好きなんで。まあ一番アンジェルですけど。ここ多分ね、シンプルに面白いと思う。ステージ的にもいい場所だから。まあここは普通に広いし。やりやすい。戦いやすいんじゃないかな。やってる側が面白いって結構大事ですよ。俺これオフに入れといてほしかったの、課金じゃなくて。ああ、確かにそれはある。初回特典と、日本語、パッケージ、その DLC が全部入ってる日本語字幕の入ったパッケージ版は DLC が全部入ってました。で、俺が持ってるのがアニバーサリーパッケージで1、2、3、4、5、6が入ってるのを買ったんですけど、このアニバーサリー以外にもコレクションパックがあって、そっちには6のが入ってたりとかいろいろとあったみたいなんですけど、俺ちょっとコレクターズブックイラスト集が欲しかったんで、こっちを8000円で買いました。メタルギアなんかもね、レガシーコレクションちょっと欲しくて買ったりしてますけど。今合うんだ。レガシーコレクションはディスクが2枚です。メタルギア4とメタルギア2、3、ピースウォーカーの、まあ、2本のゲームが1本にまとまった、まあ、海外仕様のメタルギアのコレクションが入ってます。海外仕様。海外ではメタルギア2、3とピースウォーカーが一緒になってました。日本販売ではピースウォーカーはピースウォーカー、2、3は2、3で、1、2で販売されてました。で、プラス、PSP であった、メタルギア、見るメタルギアっていうのが入ってます。あ、で、プラス、イラスト集が入ってたんで、ちょっと個人的にはすごい嬉しかったかな。レガシーコレクション。個人的に、メタルギアの1、2、あ、1と1のインテグラ入ってたんで、ちょっと個人的に、すごい嬉しかった。何なんだこいつら。もっと何なんだこいつら。やべ、なんか迷彩着たおっさんに追われてるんだけど、緑の迷彩のおっさんに。緑の迷彩のおっさん。やべえ。で、レオの強みはこのピックショットですね、やっぱり。やべえ、バルタン星人に追われてるわ。バルタン星人出たよ。バルタン星人マジで危ないから。そう。下手したらもう敵だったな。レオンはこの二丁拳銃なんで、移動も結構早いですし、連射が効くんで、シンプルに強いです。あ、やべ。多分ね、今回ね、プロローグもレオンが、レオンスタートなんですけど、いろんな意味で俺はストーリーの終点が、レオンサイドから繋がってる感じがあるので、レオンが主人公な感じが。一番長いのはフリスなんで、全部にちゃんと繋がってるんですよ。ああ。うわぁ、キャラ30体。ボーナスタイムか。ボーナスこのステージだとボーナスタイムになるけどな。あ、マジ、マジ、マジ、お前だよ。ルシファーがいる。すごいバッタがいるよ。ルシファーってエナジーサークルと、ダメージウォールとバリアの。あー、だってなんかいそうだね、これ。まあ私ルシファーよりアーサーの方が好きやーべえ、右手で鍛え上げたところが近づいて。ちょ、待って、バッタがいるんだけど。マジでバッタいる。やべえ、バルタン星人が接近してる。いけ。いや、バッタがいる。バルタンがキル出る。
いや、本当に俺、ショットガンあんまり普段使わないんで、ちょっと、使い慣れてないんで。行こう。ちょっと待って、ロケットランチ持ってる、こいつ。ちょっと待って、痛いな、クロス取れた。あー、やめろ。やばい。今、本当は、避けるつもりだと思って、そのために。よかった。ちょっとね、バルタが強すぎる。バルタ危ねえな。これが不利になるんだ。これは勝てるかなぁ。あ、いいんじゃね。バイオ5と決定的に違うのが、比較的このバイオ5はレーザーサイトが上がったよりも、その意外に銃の前にいたらちゃんと当たるんですけど、これね、その感じがね、5より分かりにくい、うん、やってる感じで。俺はちゃんとバラして結構いい勝負なんじゃないかな。まあ、これはなかなかいいんじゃないか。さっきのマップよりもはるかやりやすいから。じゃあな、制限上俺はハンドガンしか使ってないですね。俺、アホプラスしかないんだけど。別に、頼みに来たのが今、切れそう。虫ね、虫はちょっとやばいよ。いや、かん。やばい、バルタン聖人先に逃げろ。バルタン待ってよ。虫が来たらショットガン使おう。待って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 。俺が TPS が得意な理由なんですけど、こう走ってる状態でも後ろに向けるところですね。こうやってすぐに構えてしまう、後ろに向くっていう。FPS と違って俺これが好きでやってる。あ、ロケットランチャーみたいとか、ふざけもんか。いって、ロケットランチャー大変に殺した。今のロケットランチャー、シュ。まあ、レオンはね、比較的ハンドガンはね、弾を使いすぎちゃうことがよくある、俺は。やばいな、虫がいるな。やばいな、これは一旦略称を。これでロケットランチャー来ますか。やばい、死んだ。あ、死んだ、終わった。終わった。ロケットランチャーマジで言うとさ。まあ、今回俺は出る前に多分終わったんですけど、多分30体送りつけた際についてくるのが。ロケランかな。さすがにちょっと短いかな。うわ、すごい、一体差だ。もう一回行く？行く？え？何？じゃあ、とりあえず、ここで、あれだね。エージェント隊。ゲートはここにしよう。じゃあ、俺もクリス行こう。一回。おぉ。これは、勝敗に関係ないやつですね。やな。ちょっと時間的に5分は短すぎる。オーケーオーケープリーズ。よし、OK、行こう、行くぞ。これは単純にね、クリスは難しいかもしんないな、うん。そうかな。連射できるか割と簡単だね。ああ、でもな。単発で使うなら。そもそも、クリスあれなんだよな。ナイフが、クイックがあるから。クイックがあるから。ああ。それでも強いしな。いやー、今日は、シックスよりもちゃんとね、軍人らしい格好になったんだよね、クリス。ファイブの時はなぜかね、ビッチビチのシャツみたいなやつだから。超ピッチビチだからね。そうそう、バイオ6は、キャラクターごとに HP が、表示が違います。これはストーリーで、まあ基本的にクリスストーリー、レオンストーリー、ジェイクストーリーで、エイダは一緒だっけ確か。うん。エイダは確かジェイクと一緒だね。あ、レオンじゃなかった。あれ？なんだっけな。もう俺らもう本当にプレイが久しぶりなんでごちゃってますけど。そうそう。ああ、突発的火力ないかと思ったけど、リモコンと手榴弾持ってるから、まあ割とするんじゃない？割とあるのか、火力は。うわ、ポイントしたけどね。現状分かったところは、ここでスタートする方がいいかな。さあ、帰りの時間だ。
おお、一気に倒していくのかな。ちょっと待って、待って、待って、バルタン星人が切れながら動かして消してるんで、それだけ注意しよう。危ない。俺はコンボをメインに戦ってみるか、攻撃の時に。バルタン星人がさっき殴られた時に大体1個近く減ったんで、近づかれたらまずい感じが。すごいや。でバルタン星人こう敵をね殴り殺してくれるから、うまい具合に立ち回れば弾代が節約できますね。これはね多分あれと一緒、クワットタワー屋上と、クワットの屋上のチェーンソーと同じ感じでできると思う。いや、あっちで行くんの？クワットタワーの屋上はあれチェーンソーが出てくる。いらないのクラッチ、あっ絶景なんだけど、いらない記憶したの。ちょっと俺にあった。やべえ、操作ミス。おお、送ってくるね。これ全部大切つないでんだぜ。割って楽しいな、これ。ノーキンプルつないで楽しい。いや、面白いね。なかなかこれ面白いっすよ。本当に5にこのシステムでレストしてほしかったな。まあ。5はね、個人的に難易度も高かったし、操作性ね、正直言うとね、TPS の中であまりいいとは言えないけど、逆に銃構えた時に動けないってシンプルにいいなって思ったんだよな、俺的には。ああ、ちょっとね。やってて面白かった。なんか集中してる感じがして。しっかりとしたエイムが必要になるっていうのがね、逆に、それは。なんだ。まあ、この辺は少し個人差があるとですね。しっかりと周りを見ながら立ち回るっていうのが大切だなっていうのがあのゲームの一番俺はやってて思ってた。なるほど。リロード。あ、飛んでくるんじゃないの。いけ。アルタン星人強くねえか。まあ、ちょっと食いついてますね。バルタン来んなよ。うわぁ、なんで30回来んだよ。いや、あのハッピーセット、ハッピーセットがね、ハッピーセットこんなに多くねえから。今、司教にサービス中。すぐに次の第2巡来るから、待ってて。あ、いらない。オッケー。あ、やべ、虫用の方がいるなぁ。よっしゃ、やべえ、ピースオーガー来た。嘘、ピースオーガーいんの、ここ。何やロケットランチャー、バタみたいなやつ。あー、ピースオーガー、ピースオーガー、やばい、ピースオーガー来た。ピースオーガー分かんない人ね、メタルギアピースオーガーって言ったけど、ついてるの。さっき、一発って言われたんだ。ピースオーガー、1ギガでかいからね、あまり敵に回したくない。いってロキャンじゃねえか今の。あー、ちょっと横かけたわ。赤ちゃんでロキャン多すぎるんじゃない。こんなとロケットランチャー多くなってんだよな。こう、オーバーキル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 、頼むな。よっしゃー、危ない危ない。ちょっと一回ロケランクラブ厳しいんだな、ここは。101ってやったぜ。本当に誤差ぐらいなんだな。ついでに俺は回復は割と残ってたかなって。あー、俺買ったな。いや、3個だけ使った。俺も3個だけだな。多分後半にやって一気に使ったの。あー、俺も後半。では今回は、今回は前半俺が勝ったんで、前半俺が勝ったんで、うん、まあ、何勝だ、何勝だ、こう残り、しかも3ステージなんですけど、ちょっと3ステージちょっと厳しいかなっていう、次は制御室です。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 じゃあね、また会いましょうね。